え、マダガスカルって思ってすっごいテンション上がっちゃったんですよ。ハムジャンボ西美由里です。今回はこちらプロジェクトノードさんの可愛くてサスティナブルなポスターを紹介したいと思います。可愛くてサスティナブルなポスターってどういうことってこう思っていらっしゃる方がいらっしゃるかと思いますので、僭越ながらこちらのブランドを紹介させていただきますと、プロジェクトノードさんは北欧のデンマークのコペンハーゲン生まれのポスターブランドでございます。最初はコラボレーションのメールをいただいた時に、地球環境を大切にするサスティナブルな社会を提案していますと聞いて、え、どういうことだろうって思ってホームページを拝見しましたら、ポスターを1枚買うと木が1本植樹されるって書いてあったんですよ。しかも森林環境の保全に配慮した紙とインクを使ってポスターを製造していますっていう風に知りまして、これは普通のポスターを買うのとわけが違うなって思ったんですよ。なんて素敵な取り組みをされているんだろうって思って、しかもポスターのサイズとか種類も豊富で、北欧ならではのこのミニマルなシンプルなデザインもありますし、元気が出るようなデザインもあったりして、結構長々とそのホームページをずっと見ていたんですけれども、最初なんかコラボレーションで1枚差し上げますっていう、まあお話をいただいてたんですけれども、やっぱこういうのは買ってこそ意味があるって私はやっぱ思いまして、実際に買ってそれが植えられたっていう実感が欲しいなって思ったので、せっかくのご好意だったんですけれども2枚ポスターを購入させていただきました。これがルックアップっていうザ北欧なデザインですよね。一筆書き、なんか一筆書きって言っちゃうとなんか日本っぽくなっちゃうんですけど、一気に。なんかこの上を向いている感じがすごく前向きになれそうな感じがしてこれを選びました。あとは、これすごくいいこと書いてあるんですよ。You don't have to be great to start, but you have to start to be great って書いてあるんですね。私別にグレートな人間になりたいわけじゃないんですけど、いざという時何かを始めたりだとかいう時になんかこう背中を押してくれそうな気がしてこれを選びました。やっぱ言葉の力って偉大だと思うので、これは目につく場所に置こうと思って毎朝使っている全身鏡の横にこれ2枚とも置いています。それでなんですけど、素朴な疑問、一体どこに植えられたのって思ったんですよ。気になりませんか？私は気になっちゃったんですよ。購入した時にメールで、あなたは2枚ポスター買ったので2枚木が植えられましたっていう風に書いてあったんですね。で、すごく気になっちゃって、プロジェクトノードさんの公式 LINE で一時購入したものなんですけど、このポスターってどこに売られたんですかって LINE で聞いてみたんですよ。そしたらご丁寧に返信をくださって、今月ポスターを買われた方はマダガスカルに植樹されていますって書いてあったんですよ。うわ、マダガスカルって思って感激しちゃったんですよ。ちなみに私アフリカがすっごい好きなんですよ。アフリカが大好きなので、買ったポスター2枚がアフリカで日本の木となって植えられたんだって思うと、もうそれだけで感激してしまって感動しちゃいましたね。それで後々ブランドの担当者の方から教えていただいたんですけれども、 NPO 法人のトゥリーネーションっていう団体があるそうで、そこと協力をして森林保全に取り組んでいらっしゃるですね。ホームページも教えていただいたので、せっかくなので概要欄の方にシェアをしたいなと思うんですけれども、具体的にマップのここですという風に書いてあって、こう取り組みとかももちろん書いてあるんで、あー、ここにこうやって売られたんだって知れば知るほど嬉しかったですね。なので今回はこの2枚のポスターを購入させていただいたんですけれども、まあ、もし今後自分が引っ越すことになりましたら、もっと大きなポスターを飾りたいなと思います。というわけで今回プロジェクトノードさんの可愛くてサスティナブルな
ポスターを紹介させていただきました。ポスターが本当に可愛いだけじゃなくって、この先にある取り組みですとか、もっとプロジェクトノードさんが広まってくれればなって思ったので、魅力ながら動画にさせていただきました。動画を見て気になった方は、あのクーポンコードがありますので、ぜひ概要欄の方を見ていただければなと思います。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あさんさーなー。